47年ぐらいになると、うん、置いてあってってことですよね。立てた時に中途半端だから。これ場所がですね、この県庁通りのこの銀だこさんがあるところの場所になるんですよね。で、もうちょっとしたら40年ぐらいの創業になるんですけど、その前に藤屋があって、でまあなんかいろいろと呉服屋かな、なんかいろいろと何店舗かあったそう、何店舗かっていうかお店が入っての今に至るということです。懐かしの喫茶店、ぜひ皆さん行ってみてください。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。